こちらは、上吉の赤マンボウメフリソデウオカの魚類の一種。北海道から沖縄県までの日本近海の太平洋、日本海全域に分布。沖合中層域200から500メートルに生息している。他のフリソデウオカの魚のように、ごく稀に台風や大敷の後に沿岸に漂着することがある。地震の時に各地の浜に打ち上げられることもあり。 そのため地震魚などと呼ばれることもあるが、富山湾では、ホタルイカや白エビの漁獲時期になるとそれらを追って、低地毛や差し網に頻繁に入るため特に珍しいものではなく、地震との関係は禁煙種である竜宮の使い。島根県沖の西郷湾では、沖水産高校の生徒が毎年釣り上げていることからも、地震との関係は一切ないことが裏付けられる。 秋頃に見られた時には、鮭を招く縁起の良い魚とみなされることもある。大型魚類で、体型がタチウうに似て細長く、体長は大きいもので2メートル以上になる。銀白色の体色で、背びれは朱色。生魚は体が横に扁平となり、目は大きくて、目形は粉腸より大。興奮は下に向かって長く伸びる。尾びれは小さい。 腹部側には小さな棘のような鱗が多数並んで生えている。浮き袋がなくそのままでは沈んでしまうので体を斜めにして背びれを動かし立ち泳ぎする姿勢をとると考えられる。生態はよくわかっておらず深海数百メートルの中層を漂いながら赤万ウ目の魚類の特徴である伸縮する口を もって、動物性プランクトンや浮遊性甲殻類を食べると推測されたり、動物プランクトンを食する禁煙種の竜宮の使い、とは異なり、小魚やイカを食べると推測されている。2013年の捕獲個体には胃袋にイカのくちばしが多数見つかった。しかし、赤マンボウ目の魚類では、あでやかとも言える姿の幼魚が多く見つかったの対し、本種の幼魚の発見は遅く。 2014年に、富山湾で見つかったのが最初。稚魚や卵はいまだに見つかってはいない。禁煙種であり、体型がよく似ている。天外旗の頭部上部が滑らかなのに対し、本種は頭部上部に陥没したようにも見える溝があり、これが区別点となっている。避けたように見えるので、列島と、もしくは海中で立ち泳ぎする姿勢が、川を登る避けを思わせたことで、 サケ島とも呼ばれるようになったと言われるが、はっきりしない。また、天外旗がたまに漁獲され、食用にされることもあるのに対し、深海の水圧に耐えるように体が柔らかくなっている。本種の体は、ぷよぷよして柔らかい上に、肉は水っぽくて生臭く、調理してもまずくて、食用には向かない。一方、朝日新聞によると、ゼラチン質たっぷりで、 ノロゲンゲのような上質で絶品の味としている。刺身や焼き魚では、水っぽいが、干物にしたり煮付けにすると旨味が出るとの報告もある。遊泳力があまりないためにダルマザメの標的にされて、体表と肉をかじられたり、マッコウクジラの餌となることもある。ABCD 何かの異変深海夜酒頭、相次ぎ見つかる。科学2013年1月23日9時4分記者。 佐藤優里、読売オンライン2013年1月30日、閲覧 AB 酒頭と思われる魚の写真を送っていただきました。2001年6月12日国立科学博物館魚類研究室2013年に1月30日閲覧、竜宮浜に深海魚酒頭京都、舞鶴沿岸で水揚げ。 京都新聞2014年4月23日掲載2014年4月24日、閲覧 ABC 単語の海の生き物京都府立海洋センター主任、熊木豊京都新聞2008年11月7日、掲載京都府ホームページ2013年1月30日閲覧、深海魚、酒頭を食べる。デイリーポータル Z2019 年6月28日、閲覧。 ABC 赤万宝目の鎮魚2種、天狗の立チと酒頭、沢村正幸函館水質調査研究部マリンネット、北海道地方独立行政法人北海道立、総合研究機構水産研究本部企画長西部2013年1月30日、閲覧 AB 酒頭、謎の深海魚その味は低くマイタウン兵庫2013年1月26日分、 本庄志郎朝日新聞デジタル2013年1月31日閲覧深海魚酒頭を食べるデイリーポータル Z2019 年6月28日閲覧ありがとうございます